吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。ゲストはパルルこと女優の島崎遥さんです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。なんかちょっとラジオで話すのがこっぱずすぎて、なんかさ、リオさん、リオさん、ラジオなんかさ、スタートって始まった瞬間にさ吉岡里帆がお送りしています、なんか急にスイッチがびっくりしたよ。あ、そういうテンションで行くんだと思って。そう、なんかでも番組自体が結構ね落ち着いたトーンというか。そうなんだよね。ごめんなさい皆さん、うるさくして急にあの皆さん聞いての通りなんですけども、はい、島崎さんとはちょっとお友達なので、ちょっといつもよりラフな感じになるかなと思います。皆さんの知ってるリホじゃないリホを出します。今日いや出さなくていいよ出さなくていい、出さなくていいではいきますね。はい、島崎さんといえば今年3月30日26歳の誕生日に開設された YouTube チャンネルパルルームが話題ですね。はい、話題なのか、なんかニュースとかでもめちゃくちゃ上がってた。あ、確かにニュースにしてくれてます ね。始めたきっかけとしてはやりたいなって思ってたのか、やりませんか、うん、だったのか。やりませんかだったのね。うんうんうん、でもやってみたらすごい良かった。あ、本当。なんかイメージが勝手に良くなってってる、うんうんうんいや、めちゃめちゃやってよかった、うん、よかったよかったちなみにあれがめっちゃ面白かった。あの見てるの、はるかがあの今回ゲストに来てくれるっていうの聞いて、なんかニュースでは見てたんだけど、うん、なんか改めて YouTube 見るのやっぱこっぱずいんだよね。なんか、うんうんうん、分かる分かる分かる。であれだったんだけど、うん、ちょっと見てみた。あの紙セブンを作るみたいな企画がめっちゃ面白かった。アイドル、あれ面白い。え、面白くない？みんな面白いと思うけどね。なんか暇だったからやってみようかなでは今後ね、やってみたい企画とか展望ありますか？今後はなんかちょっと今までは YouTuber さんっぽいことをやってきたのね、うんうんうん、なんか真似しようと思って、うん、でもそうじゃなく何でもないライフスタイルを流すのもありかななんて思ってたりしてて、うん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 、もっともっと巣に近い部分を、うんうん、なんか YouTube の良さって近さ、うんうん、確かにね、皆さんとの近さだと思うから、うん、もっと近い距離感でやっていけたらいいなっていうのは思うかな。でもそうだよね。なんか私もこうはるかと、ドラマのゆとりですが何かで知り合って、うんうん、なんかその知り合って話すようになってからやっぱ全然ね、本人の方がもっと好きになるんだよね。キャラより、うん、キャラっていうか、キャラっていうか、なんかメディアのイメージよりあの普通に一対一で喋ってる時のはるかの方がもっと好きになるから、それってなんか確かに YouTube だとめちゃくちゃ伝わるかもね。あ、うん、これからもなんかいっぱいそういう片鱗が出そうだよね。ではそんな YouTube チャンネルも人気の島崎遥さん、はい、今日はいろいろと伺っていきたいんですが、うん、まずはググッと遡って子どもの頃のお話から。中学生の頃は吹奏楽部に入ってたそうですね。そうです。音楽に興味を持ち始めたのはその頃からですか？音楽はね、いや、小学校の時にピアノを習ってた、うんうんうん、で中学でサックスを始めたの、うんうんうん。私も吹奏楽部だったからさ。え、何の楽器？アルトサックス。え、一緒じゃん。そうだよ。てか言ったことあるし。言ったことあるか。そっか、そうだったか。すぐ忘れるからな。言ったことも聞いたことも忘れる。でも毎回、ね、話すと新鮮味を持って驚いてくれるから嬉しいけどね。え、そうなの？って言って、そうだよ、言ったよっていうのね。中学から？中学からやってた。そうそう。で一緒で一緒。なんか私もまだ会ったばっかりの時に多分それ話してて。確かに。なんとなく思い出してきたかも。本当かよ。本当かな。なんかすごい緊張してたんだけど、うん、なんか共通の話とかなんかあったらいいなって思って、うん、なんかさ、なんか話しかけた記憶。壁がこっちにあ、鏡、あの日テレ、日テレだよ、うんうん、日テレだった。壁が、鏡がここにあって、うん、こっち向きで横でリホがこっちにいて、もう全部こっちこっちこっち。そっか、ラジオだからわかんない。あ、でもいいよいいよ、それで。なった気がする。そう。そこで喋った気がした。今フラッシュバック。場所思い出した。うん、そうそうそうですよ。うん、はるかにはね、そう、初め私から話しかけた記憶があるな。うん。自分から話せないから。あ、本当。話しかけてくれて嬉しかった。あ、よかった、話しかけてみて。じゃあ。
なんか手紙書いた記憶ある。書いてくれたね、うん、覚えてる？あのさ総選挙の時だよね。そう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 、それはすごい覚えて嬉しかった。すっごい緊張するって言ってて、そうでなんか泣いたんだよ私それで。本当なんかその時何ができんだろうと思って、でも知らない世界すぎて、なんかこれまたこれとか言ったら分かんないんだけどこれくらいのね、うん、メッセージカードにシャメ、それをシャメって送ってくれた。あそう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 、そうだったそうだった。あすごい覚えてくれてた、嬉しいね。大事なことは覚えてる。サックスは大事。サックスの話も大事だぞではね、その後 AKB48 のオーディションを受けることになりますよ ね、 そうだね。15歳デビューですよね。そうです、島崎さんは。はい、そしてアイドル生活が始まっていくわけですが、まあ本当なんかね、聞くことって正直いっぱいありすぎて、うん、どこから聞けばいいかなと思うんですけど、うん、うん、そんなにいっぱいある。嬉しい。あるある、いっぱいあるよ。なんか改めてさ、そのアイドル時代のはるかの話をなんか聞いたりしないじゃん私、うん、普段なんか違う話するから、うん、だからそうだね、アイドルになってよかったこと、うん、アイドルになってよかったこと。アイドルか、なんだろうね。あちなみに難しかったら全然スルーでいいよ。後ででもいいしね。なんか大きくて大きいね、分かった。じゃあもうちょっとちっちゃくしてみるわ。ライブ、あのライブ忘れられないなっていうライブ。埼玉スーパーアリーナ卒業、あ、うん、違う、出身地だから初めてやったっていうライブだ。そうそうそう、なんか私がモーニング娘。さんのライブ、うん、初めて行ったライブが、うん、埼玉スーパーアリーナだった、うんうん、でそこに自分が立ってるっていう不思議感。ああなるほどね。まさか立つとは思っていないから。埼玉スーパーアリーナってさ、巨大じゃないですか会場自体が。どんな感じなんですか、こうメンバーみんなで歌ったり踊ったりするって。でもなんかありがたいことにさ、東京ドーム、うん、ドームツアーもやらせてもらったから、うん、アリーナがちっちゃく見えちゃうんだよね、不思議な感覚で。そうなんだ。それ不思議だね。 そんな感覚になったりするんだ。アリーナだと普通にお客さんの顔も見えるしね、うんうん、東京ドームだとその見えないから奥までは、うん、だからなんかそのアイドルになってよかったことというかの中に入るのか分かんないけど、うん、そういう景色を見える人って少ないわけだから、うんうんうん、それはいい経験ださせてもらったなって思うかな。そうだよね、本当部活少ない人しか立てない場所ですもんね。でもさ、その当時なんて分かってないから若すぎるし、うんうんうん、それがなんかすごいことだっていうのもあんまり分かってないから、うんうんうん、今になって思うかな。そっか、実感だね、ことの重さを、うんうん、こうやっぱダンスパフォーマンスするってことは練習時間があるわけじゃないですか。この短さでこれやるの無理だよって思った楽曲とか。そんなの毎回毎回。そうなんだ。どのくらいの期間練習するんですか。シングルだったら2時間とか。え、2時間長くて。え、マジ、うん、あもうあとはじゃあ家で練習してきてくださいみたいなことですか。その曲の難関度にもよってくるけど、大体どの曲も2時間で完璧にするかな。すごいね、家でプロだね。家でやってる時間がなくて、過密すぎてね。そう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 、うん、だからその時間で覚えるしかないってじゃあもうその一瞬でなんかあれみたいだね、落語のさ、うん、落語って先生が言った、うん、口頭で言ったのをその場で耳で聞いて覚えちゃうんだって、うん、なんかそれみたいだね。そうだね、うん、なんかすごい人になるとそうなるんだって。もうその場で聞いてそのままもうコピーできちゃうみたいな、うん、もちろん覚えられないんだけど、うん、でもやその場で覚えて、うん、なんか歌番組ではなぜか完璧になってるって感じかな。おーすごいね。わかんないんだけど、それ不思議。そう、不思議ってかすごすぎない？なんかもうプロだよね。いやもうみんなプロだよ。そういう感覚の鋭いっていうかさ、みんなすごいと思います。な
一言だけなんかよくやってたなって思う。すごいね、すごいよね。そして島崎遥さん、はい、こうアイドルをずっと続けてきて、うん、卒業したいって思ったきっかけとかっていうのはあったんでしょうか。あったんだけどね、7年くらいやったのかな、2009年から2016年12月31日の NHK 紅白歌合戦第67回で卒業されてますね。そう、うん、それで AKB48 の中でこれ以上自分が何か飛躍することはもうないなって思ったの。まあ自分自身に対して、そう、うん、それがきっかけかな。あ、でも冷静によしここで卒業しようって決めたわけだ。そう、もう一歩なんか違うものを踏み出さないと、なんかその時ってまだ若いと思うんだけど、うん、でもね、その今思えば若いんだけど、その時はもう年齢も、うん、アイドルとしての年齢も年齢かなっていうのがあったの、なぜか、うんうん、そう、その年齢プラス自分がなんだろう、セルフプロデュースじゃないけど、うん、このタイミングでこう一歩前に踏み込んでいかないと、うんうんうん、後々どうなるか分かんないなっていうのもあった、うんうん、なるほどね。そう、じゃあ本当そこは冷静な気持ちもあるし、自分の将来のこともちゃんと考えて、うん、自ら選んだっていう感覚だ。そうだね。そうだね。でもそれってさ、すごい勇気いることなのかなって思うんですよ、傍、うん、から見てるとね、うん、特にやっぱアイドル業ってさ、ものすごい若い時からスタートするじゃないですか、うん、キャリアが。それも私すごい尊敬してて、なんでこんなに中学生とか高校生の子たちが、うん、こんなプロフェッショナルに、それこそ今の2時間でダンスを覚えるって話もそうだけど、うん、みんながさ普通に学生生活を送ってる時にもう仕事してるわけじゃないですか。それって本当にすごいことだと思うから、そこでこう気づいてきたものからまた新しいことをするって、うん、相当勇気いることだなってやっぱ思うんですよね。でもね、なんかね、その時はね、あんまりなかったかな、なんだろう、怖いとか、怖いとかなかったかな、単純に新しいステップを踏むんだくらいの、だから それは若さがあるのかもしれない、もしかしたら。そう、矛盾してるんだけど、もうあれだ、次行こう、次っていう感覚だね。そう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 、前向きな感じのね。そして島崎遥さん、2017年に朝ドラにも出演され、あ、そう、これもね大きかった、すごい。思い出した。そうそう、なんか卒業する前にオーディションを受けてて、うんうんうん、オーディションに受かったのよ、これ、うんうんうん、で、だから そのタイミングで卒業決めれたの。それもあって、なるほど、そう、だからきっかけの一つにはなってる、このオーディションに受かったっていうのが、うん、ああ、そっかそっか、そういうことなんですね。じゃあそこから、まあ、着実に女優としてのキャリアも積み上げられていきます。こう活動を続けていく中で大切にされていること、変わらないことってありますか。芸能活動を、え、なんだろう、まあそうですね、芸能活動ですね、ここで言う、なんだろう、なかったなかったです、全然。あ、聞きたい、逆に。ある大切にしてること、そうだな、一貫してることは、なんかその作品に出るとか、その媒体に参加することとかを必ず見てくれた人が楽しんでくれるかどうかをまず考える、うん、あ、すごいアイドルみたいなこと。私よりアイドル、本当アイドルみたいなのかな。なんかっていうか、うん、自分がその視聴者としてとか、うん、演劇がすごい私はこの世界入りたいと思ったきっかけだったから、うん、そう、舞台見た時のその感動がやっぱ忘れられないのね、今でも、うん、だからあの時の感動ってもらったって感覚があったの、プレゼントしてもらった感覚だったから、そういう心が動く瞬間ってすっごい魅力的だなって思ってるから、今もずっとだから、そういう瞬間がこの作品に参加したら作れるかもとか、今一生懸命頑張ったら生まれるかもっていうことに対して燃えてる、いつも。へー、かっこいいな。って感じ。いや、全然そっか、反対に、それがなくなっちゃうとできなくなるなとも思う、なんか私はさ、なんかこうやって女優としてって言ってくれたけど、なんかね、ずっとね、アイドル
のアイドルは卒業したんだけど、うんうん、アイドルでいるっていう感覚かな、うんうんうん、今、うん、ずっとアイドルっていうかずっとパルルみたいな感覚かな、うんうんうん、そっか、うん、じゃあちょっとこう周りから求められるものも感じ取れるってことだ。例えば、うん、島崎遥香っていう一人の人間がいるじゃない、うん、でパルルっていうあだ名にもさこう言ったキャラクターがついてて、うん、みんなが想像する人間像みたいなのがあるわけじゃない。パルルってものに対してパルルっていう人に対してさ、うんうんうん、だそこに応えてくってことでしょ。そう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 。なんかなんかね私小泉今日子さんと共演させてもらった時に、うんうん、すごいかっこよくて、うん、でも周りみんなキョンキョンなわけ、うんうんうん、あキョンキョンだって感じなわけ、うんうん、なんかそれがいいなって思ったの。そこへの憧れもあるかもしれない。なるほどね、うん、でもさでも私たちからしたら女優さんじゃない、なんか私のたちの世代からしたら女優さんなんだけど、うんうん、その同世代の人たちからしたらキョンキョンなわけで、うんうんうん、なんかそれがすごいいいなって思った。あ小泉今日子さんになりたいかな端的に言えばそうなんかご本人には全然そんなこと言えてないんだけど、うん、見ててすごい何なんだろうな。たとえ女優さんじゃなくてもじゃなかったとしても、うん、アイドルじゃなかったとしても、うん、小泉今日子さんはキョンキョンなんだよなってなんか自分で勝手に思ってるの、うん、なんかそれがいいなっていう。じゃあもうパルルっていう概念になるみたいなことかな。そうだからなんか今面白い夢だね。だから今すごい、うん、なんていうのこういう女優さんとかアイドルとかなんていうのかな、うん、そういう自分は何ですかって、うん、何の職業ですかって言われるとすごい今悩んじゃうんだよね。うん、なんて言ったらいいんだろうっていう。だからあれだよね、もう肩書きがあって名前があるんじゃなくて、うん、その肩書きはなくもうパルルという肩書きになるっていうことが仕事ってこと、仕事っていうか生き方ってことだよね、うんうんうん、なったら素敵だなって思う。いやなるよそれはなりたいって思った瞬間から絶対なれる、うん、なれるしもうなってるじゃないかな。そのファンの人にとってはもう変わらないことだから、うん、面白い夢ですね。うん、そう、うんうん、面白い。だってそれだとなんかすごい辻褄合うよね。いろんなさ新しい活動していくこととかもさ、なんかもっともっと精力的にっていうの、うんうん、なんかやっていける軸になりそう。それってそうなんかやりたいことが意外と私いっぱいあるんだなっていうのを、うんうん、去年あたりから気づいて、うんうんうん、そうやりたいことやってこうっていうので、うん、やり始めてる途中です、うん、素敵ですUR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに女優の島崎遥香さんを迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。今日は女優の島崎遥香さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。やっと出れるぞではですね、はい、ここからは島崎遥香さんのライフスタイルにも迫るという意味でご自宅の話も伺っていきたいんですが、うん、快適に暮らすために心がけていることは。物を増やさないこと。うん。でもはるかんち遊びに行ったことあるじゃん。うんうん、めっちゃ綺麗だった。本当。うん。あとやっぱり好きなものしか置いてない感じ。あ、うん、うん。そうかも。なんか生活感あるもの置かないよね。そう。そうだよね。それめっちゃ徹底してるなと思った。生活感をなくしたかった時期があって、うんうん、そうそう。あんまりね物も一個増えたら一個減らすじゃないけど、うんうん、そう結構。誰かにあげちゃったりするね。よくあーでも偉いねそれは。偉いかな。偉くない。偉いよ。だからもう結構本当に徹底してた時は、うん、歯ブラシさえも、うん、置きたくない棚にしまってた。あーもう外に出てるのが嫌だってことだよね。そうホテルみたいな部屋にしたかったの一時期ね。めっちゃ綺麗でなんかねあのそうだねあんまお部屋のことどこまで言っていいか分かんないけど可愛かった部屋すっごい可愛いものがねあいっぱい置いてあってねときめいたねあのお部屋は。可愛いものは好きだね。ねあじゃあ2つ聞きたくて、うん、最近新しく買ったすごい胸ときめくものと、うんうん、好きなものねと、うん、昔からそんな片付けたり断捨離するタイプのはるかでも捨てずに置いてるもの、うん、あーいい
い質問だね。うん、まあね。胸ときめく。なんか買ってはないんだけど、うんうん、本当にときめいてるものでいい。いいよ。テレビ台の横にさ、額、うん、額縁にさ。
の私の好きな俳優さん、ちっちゃんくさんっていうの俳優さんいるんだけど、はいはい、それ人の写真を額縁に置いてる飾ってる。あ、もうキュンとするんだ。そうそう、見るとね、そう、そんな人を見ながら頑張ろうってブレないですね。そう、うん、もう一つは、もう一つの質問は、捨てずにいるもの、うんうん、は、あの、セボンスターってわかる？セブンスター？セボンスター。セブンスターはタバコだから。セボンスター。子供が、スーパーで子供が買うお菓子コーナーで、うん、よくおもちゃがついてる。わかるわかるわかる。そうそうそう。キラキラのネックレスを集めてるの、うん、コレクションしてるの。ええー。今でも集めてるんだ。今でも集めてる。見かけると買う。ええー、じゃあ、結構な量あるんじゃないですか。そう、結構ある。もうその100均でちゃんとケースこうやってなんかいっぱい、うん、集めてる。そう、集めてる。うわー、それめっちゃいいね。それ楽しそ そうでは、ライフスタイルにまつわることで、うん、好きなことは何ですか。お風呂の時間、お風呂タイムは好きかな、うんうん、一番。結構長風呂派。もうね、これ本当物心ついた時から長風呂、うんうん、もう絶対1時間は入る、入ってる。だからお家を決めるときもお風呂が一番大事。あ、どうやって過ごすんですか。それこそ YouTube 見たり、うんうん、台本があるときは台本をそこで覚えたり、うんうん、なんか、うん、でもそういうのが多いかな。覚えることをとか、やらなきゃいけないことをお風呂でやってる感じかな。え、そうだ、さっきさ聞きそびれたけどさ、うん、はるかの好きな YouTuber 聞こうかな。カジサックさんです。あ、カジサックさんが好きなんですね。もう大好き。もうじゃあ結構網羅して見てる感じ。もう全部、全動画見てます。あ、好きな回は、え、ここでは言いたくないです。それくらい好きですなんか悲しいんだけどごめん。そっか、分かった。コラボを夢見てるから。分かった、じゃあ大事に取っとこう、それは。そう、ありがとうございました、はい。今日はいろんなお話ありがとうございました、はい。そして YouTube チャンネルパルルーム、今後も楽しみにしています。はい、もう終わりですか。そろそろ終わりですけども、うん、はるかが話したいことがあったら私は話したいです。でもね、今日ね、出れてすごい嬉しかったの、うんうん。あ、本当に。なんかそれこそのんさんの回とか聞いてたし、うんうんうん、あ、本当嬉しい。あとさ、さよねも出てたよね。そうそうそう、来てくださってた。さよねを出てた時にさ、うん、え、なんで私呼ばれないの悲しかったんだよねいつ呼んでくれるのか、おかしいなっていつ呼んでくれるのか嫌われたから。いやいやいや、嫌うわけないしそういうの結構さ、繊細だから傷ついちゃうから、そういうので勝手に言わないけどだからすごい嬉しかった。あ、本当。いや、なんか私逆に、うん、なんだろう、普段さ、こう会ってさ、なんかすごいプライベートの話とかも私ははるかにするから、うんうん、だからなんだろうな、なんか改めてラジオ来てもらってもいいのかなみたい なラジオ好きだもん。あ、本当、うん、そっかそっか。全然話せないんだけどいやいや、めっちゃ話してくれたよ今日。いろんな、しかも結構私も知らないことだらけで、うん、新鮮だったな今日。すごい話してても、リオの話も聞きたかったな、いっぱい。いや、いいのよ私の話はそんな面白い話ないもん。ないよ本当、うん、じゃあ忘れると思うけど、また今度話す。そうだよねそう思うわ自分でもいや、でも本当、これからもいろんな話しましょう。はい、はい、お願いします。今日のゲストは女優の、はい、そしてパフォーマーパフォーマーパルルのパフォーマーパルルの島崎はるかさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。島崎はるかさんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。今日のゲストは島崎はるかさんでした。いや、本当、はるかとはそのゆとりですが何かというドラマで会って以来ずっと仲良くさせてもらってるんですけど、やっぱりね、すごい優しくって、こう嘘がなくて、本当にこう、あ、これはきついなとかって悩んでた時期とかもいつもこうそばで話を聞いてくれて、うん、あったかい子なんですよね本当に。あの、大好きです。そして島崎はるかさん解説したパルルームですね、ちょっとなんか見ていいかあれなんですけど、
これからもチェックしようと思います。そんな島崎遥さんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。